松田秀氏のスローエイジングでぶっ飛ばせ松田秀氏のスローエイジングでぶっ飛ばせ FM 世田谷そしてインターネットで全国全世界に配信していますモータースポーツのコーナーですはい。F1 世界選手権開幕戦オーストラリアグランプリはい開幕しましたはい開幕しましたついに解剖の F1 が、えーはい、始まりましたねそうですねはいオーストラリアからはい、うん、なんかたくさんレギュレーションが変わったんですよね変わりましたはい はい、えー、まず、えー、エンジンが V6、えー、ターボですね。はいえー、なりました。んんで、えー、まずあと改正のシステムとか、はい、要するにその今までのそのカーズに加えて熱改正もできるっていうね。熱改正。この辺も、えー、相当、えー、レギュレーションが変わりました。もういろんなことが増えていっちゃったんですね。はいうん、であのー まあえー、今回、もう予選からいろいろトラブルが続いて最初のうちだからね仕方がないといえば仕方がないんですけれどもねトラブルがいっぱいあって、はい、でやっぱりあの、まあ、結果から言うとさロズベルグが,、ねね、が勝って、まあ、それはそれで面白かったんですけれども、はい、で例えば、えー、ヤン・ラマースの息子が3位に入ったのかな。 えー、マ,マクラールマクラールあいや,ヤン,いやヤンラマヤンさんって言っちゃったよ <laughs> 昔に僕日本で走っちてあのヤンマグネッセンだ、はい、間違えたややごめんなさいヤン,ヤンマグネッセンの、えー、息子デンマークの人なんだけどねあそうなん、ねうん、あのマグネッセンってトヨタでも乗ったりしたかな F ワンに、うん、だからあのとっても早いドライバーで、はい、もう彼の息子が出てきて 息子さんかそれがデビュー戦で、えー、3位表彰台かな枕輪レーンデビュー戦ってすごいですねそうすごいよねそれで表彰台に乗ったっていうね,ねまあもちろんもうその例えばベッテルとかそのみんなすごい連中がそのトラブルとかいろんなことで<ー>その速いすごいドライバーが苦しんでるっていうのもあるんだけれどもーレース内容見てたらねやっぱりねすごく落ち着いてるし果敢なとこは果敢だしうーん、うん、でマクラレーンがすごく 今年ななんか早いいっていう感じでマクラレン復活だなみたいな <laughs> だから彼はジェンソン・バトン <laughs>、うん、とかその辺のドライバーよりもルイス・ハフミロトンがまああのリタイアしたりとかいろいろあったんだけれども、はい、だけどもそのバトンとかあの辺のこうたドライバーなんかとバトルしたりとか見ててもものすごく落ち着いてるし早いし。うんうん すごいなと思って、はい、で顔がねそっくりなのよマグネスに親父に親子<ー> <laughs> です、ね、僕はあの直接は知らないんだけど、はい、あのマグネッセンさっき言ったヤンラマスの昔は,は、ね、よく知ってるんだけど <laughs> だけどあの すごくこう顔が似ていて、もう本当そっくりなのね。<ー>でもいやマグネセンがいいんじゃないのこれみたいな <laughs> <laughs> っていう感じ、親父さんがねお父さんがいるんじゃないのって感じで、とてもこうなんか微笑ましい表彰台だったなといういう感じがしましたね。じゃあお父さんも来てたんですか。多分来てんじゃないかな。あ嬉しいでしょうね絶対。当然ね。うんうん、そうだからね、なんかこう <laughs> もうなんていうのこう。 大きく F1 ってレギュレーションが変わったんだけどうん、うん、そういう意味で言うとこう世代もドンっってこう変わったそうですねでちょっとこう残念だったのはアロンソはやっぱりフェラーリちょっと大変だったみたいなんだけど車的にね戦闘力がやっぱり,あやっぱり見てていまいちなのかなってアロンソをってしてこれだからっていうねいまいちなのかなと思ったんだけれどもあのなんていうのか <laughs> の もう一台、君の大好きな。はい、君、ライコネン <laughs>。君、君,君の大好きな、君。<laughs> 君。がですね。はい、やっぱり、アロンスより、はちょっと遅かったよね。ああ<ー>、うん、そっか。で、ちょっと苦しんでた。ライコネでも、まあ、初戦ですからね。ま、そう。でも、まあ、今週さ、もう、マレーシアがすぐにあるわけで。はいうん、まあ、この辺でね、また、君がどういうふうに、こうなっていくか。うん,うん。っていうのを、お楽しみだと、君。君、ライコネン、なんか、ダイエットしたから、痩せたよね。 痩せた私実はオーストラリアグランプリ全然見れてなくて結果だけあの F1 のアプリで見たんですけどあっそうなんですかダイエットしたんですかダイエットしたみたいやっぱフェラーリ行くためにやっぱこのまま太ってちゃいけないっていうのがあったのかもしれないけど顔なんかすごいほっそりしてしまたもんんねうだから彼はすっごくお酒が好きなんだよねだからお酒ばっかり飲んでるとやっぱり太るからで 相当こう節制ししてトレーニングしたんだなってそういう感じがなんですね。うん、であのまあレースとして僕はそのドタバタがすごくあったっていうのの中で言うと、うん、もちろんそのベッテルがねトラブルでリタイアしちゃってのはすごい残念でレースを見るその面白さがやっぱりあれで半減しちゃったんだけれども、はい、もちろんハミルトンのリタイアもそうだよね。うん、でだけどやっっぱりなんと言っても 小林カムイのね<ー>スタート直後、はいえー、いきなりフロントタイヤだけロックしてそれで、えーえー、マッサーかなマッサーのウィリアムズのマッサーに追突しちゃってそれでもう終わっちゃったんだけどマッサーも終わったんだけどマッサーすごい災難でかわいそうではあったんだけれども、うん、でそのレースの後のコメントでマッサーがものすごくカムイを非難しているコメントが出ていたりしたんだけれども、はい、僕ねあれあの映像で見てた瞬間にあこれ絶対トラブルだと思った。 カムインンのマシンが,マシンが、うん、それはなぜかっていうとフロントタイヤだけね完全にロックしてるんですよリアはロックしてないのあっ、ま、<ー>フロントタイヤだけロックしてでフロントタイヤがもうロックしちゃっちゃうともうフロントのタイヤがピタッて止まっちゃってるから<ー>はん回ってるから初めてハンドル切った時に切った方向に車が動くわけでそのために一般の車って ABS が付いてるわけです、はい ABS がついてるとロックしないからカタ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 ってロックしないからハンドル切ってもハンドル切った方向に避けられるのねところがロックしちゃうともう絶対ダメだ、はい、だからもうそのままカーンってロックしたままステアリングももう操作も効かずそのまままさにツイートしてます,です、ね、ドーンって2台ともリタイアしたんだけど、うん、であれはリアブレーキが全然効いてないなと思ってであの F1 のマシンとかレーシングカーってブレーキって前後とあ前と後ろっていうのが別系統のブレーキのラインになってるのねああそうなんですね一、うん、つのラインで四輪全部効かしてるわけじゃない、はい、前は前、うん、後ろは後ろってこう完全にセパレートされてるんですよ、えー、でそれを同じブレーキペダルで踏んで,、はい、でもうちょっと具体的に言うと前用のブレーキを使うためのその オイ,ルだオイルをためとくケースがあってで後ろ寄って分かれててでそれをペダル踏むと一緒に押すようになってんの、はい、で押すっていうのはそこからブレーキ圧が前後に分けられる<ー>でそこの前に前をたくさん聞かせるか後ろをたくさん聞かせるかっていうバランスがついてバランサーってていいうのがついてのがるねうんで自分の好みで前をたくさん聞かせたり後ろをたくさん聞かせたりすることができる。 え前をたくさん効かせるとどうなるんですかブレーキ踏むと普通の車乗っててもさ減速する時って前にグーって体がいくじゃない、はい、だから前にブレーキ踏んだら前に車全体の重さ荷重っていうんだけど、はい、に移るんですよ、はい、だから前をたくさん効かせるとよく効くんですよ <laughs>、うん、であ,のあと前のサスペンションが沈む、はい、で前をたくさん効かせるとブレーキングのあとコーナーリングが待ってるでしょレースではそうすると前を ガーンっってて踏むことによって前フロントタイヤ前のタイヤの熱が上がる表面温度がそうするとパッて切った時によくグリップするフロントあるいはそのホコリがついてるホコリ要するにあのダストって言ったりマーブルとかやってゴムあのコース上だんだん汚れてくるでしょでそういうホコリがタイヤってついてるわけでそれをガーンとブレーキ踏むことによってそのホコリを多少取り去ることができるんですよ。そそうそうなんですすかると ハンドル切った時よく聞くんですね。へ<ー>だから前をたくさん聞かせる方が割と楽なんだけれどもだけどやっぱり後ろも後ろにエンジン積んでるから後ろにも荷重かかってるから、うん、後ろももちろんだからってな,なくていいってわけじゃないのねだからある程度後ろもい聞いてなきゃいけないだからあのこの間のカムみたいな状況の中だとガーンって踏んであんだけフロントがロックしたらリアがもっとね振られなきゃおかしいぐらいもうまっすぐ行っちゃってるから,からフロントだけなの。 ああそうなんですね、うん、で,で今言ったようにだけど今そのブレーキバランスをフロントにしちゃった方がよく効くんだけど雨の時って滑りやすいでしょ、はい、雨の時ってフロントが簡単にロックしちゃうと今言ったようにハンドル効かなくなくるじゃんだからフロント<ー>もう極端に言うとフロントがロックする前にリアがロックするぐらいの感じの方が雨の時の方はステアリングが効くからハンドルが効くから。 そういうこととかあと燃料が軽くなってきたりとかするとバランスが変わってくるのでああじゃあ運転しながらそれをコントロールするうわそれ,それをだからいじりながら走ってるんだよドライバーってえそれは F1 に限らず僕らの GT なんかもそうえー知らなかったそういう装置があるんですよへ<ー>ただがついてきちゃうとこれは またあの必要なくなるっていうかそのあんまりあの大きく変えられなくなってきちゃったりするんだけど、はい、でそれでねカムイのはなぜああいうふうになったかってこう憶測なんだけど、はい、今改正のシステムがあるでしょ、はい、要するにブレーキ踏んだ時にあのそのブレーキの熱で放出してるものをできるだけ電気エネルギーに変えて蓄積したりとかっていう、はいうん、そのエネルギーを 回収してるわけですよね、うん、それを今度加速に使ったりしてるわけじゃないそれがカーズなんだけれども、うん、であれって駆動輪リアから取ってるんですよ、はい、フロントから取るとフロントにシャフトとか必要になって空気抵抗にすごく影響するんでフロントから取ってないはずなんですね、はい、フロントタイヤからだからリアから取ってるんですよだからリアから取ると快晴でブレーキ踏んだ時にはモーターで発電するようにそのエンジンブレーキみたいなもんだよね、うん、その力がリアタイヤに働くから。 それもブレーキだからねブレーキ踏む時の,その回生してるのも、うん、そうするとリアブレーキが効いたらリアロックしちゃうよねさらにリアのブレーキが効いたら、はい、だからリアブレーキはフロントに対してあんまり効かないようにしてるはずなのようんだからブレーキ踏んだ時は必ず回生がガーって入ってそれが要するにその抵抗になってるわけだからブレーキ効果と一緒だからアに、はい、そこにブレーキは緩くしてあるはずなんだよ<ー>フロントに比べてリア緩てはリア緩くしてあるはず。はい 僕多分ねその改正システムがね壊れたんだとあそれもうじゃあ発信発信してスタートして1個目の,あのストレートでおそらくだよ予想だけどもそうするとそれが壊れたら改正のブレーキは効いてないわけよあそっか,そっかだけどリアはリアのブレーキは改正ありきでセッティングしてあるから効きが弱い弱くなっちゃうなくなったらだからフロントだけかってーそういうことか ロックして僕の想像なんだけど、はい、だあれ株の,の責任でも何でもないんだよトラブルあるそっか、うん、それはもうこの新しいシスレギュレーションになったからこそのおそらくそういうその今まではカーズだけだったけれども、うん、カーズ以外の熱回収のシステムも増えていって、うん、要するにターボだよねターボタービンなんだけれども、はい、そういうところからのシステムも増えていってそれでちょっとこうなんていうのかな いろんなことがもちろんエンジンも変わったしレギュレーションもすべてが変わっていったからうん、うん、そこでちょっとこう起きたのかなってこういうトラブルがそん,、ね、そんな気がしてすごい残念なんだけど、まあね、今週、ねあのー、マレーシアがあるんで、はい、そこで頑張ってっててほしいいな思ますねあともう一つは2位になったレッドブルのリカルドこれ,、ね、これは新人ドライバーなわけじゃないですか,、はい、だからリカルドとあマグナセンの2位3位の表彰台ってすごく新鮮で。 良かったなと思ったかど彼失格になっちゃったんだよね。えなんでですか？これはねあの燃料の流入量が規定値1時間あたり100キログラムっていうこのレギュレーションがあるんですけれども、はい、ちょっとややこしいレギュレーションなの。でこれを上回っていたため失格になったんですよ。うん、まああのセンサーの検測ミスっていう話もあるんだけれどもでもちょっとねあのあまりにもなんか。 そんなお粗末だなっていうふうに僕は、ね、え感じたですよねだってね2位ですからねレッドブルね。うん。だからまあここにねベ,ベッテルがいたらどうなったのかってすごく面白いんだけれども、まあ、僕正直1位から2位に関してはもう完全にロズベルグのぶちぎなんでうん、うん、レース的にはねそんなになんか正直まだ見るところはないなって今の F1 はまだあまだバトルにいかない,い,かない要するにその 各チームの性能差とかそういうトラブルの頻度とかそういうものが、うん、あのまだ車としての完成形っていうのがまだいろんなチームの中にこう出来上がってない感じがするので、はい、だからそういう意味ではちょっとどうかなって、うん、レース的にはね、まあ、これからでもどんどんみんなその開発が進んでね、はい、で完成度が上がってくるんだろうと思うんで。 じゃ、あこれからが、もう楽しみですね。これから楽しみですね、はいええ。だから、まあ、ウィリアムズ、マクラーレンが早くなった、これだけでもすごく楽しみなんですけども。ええ、今週のマレーシアグランプリは、皆さん楽しみにしてください。はい、松田秀氏のスローエイジングでぶっ飛ばせ。松田秀氏のスローエイジングでぶっ飛ばせ、松田秀氏と。リクナユカが、お送りしています。試乗インプレッションのコーナーです。はい。 ルクスワーゲンゴルフ R ゴルフ,はああのゴルフは昨年、えー、カー・オブザ・ザ・イヤーゴルフ、えー、セブンって言ってます、はい、7代目のゴルフになりました、うん、で、えー、非常にこう完成度が高くて、うん、初めて日本で輸入車が日本,日本カー・オブ・ザ・イヤーを取ったんです、はいえー、まあ,あの非常にこうベースの車はねあのゴルフっていう車があの非常にこうよくできているっていうこと、うん、それと えー、その時は GTI っていう車も同時にあの発売されてたんですね。はい、で GTI はゴルフの、まあ、スポーツバージョンなんですよ。そうなんですね2リッターのエンジン積んで,、はい、でゴルフは基本的に1 4 l 1 2リッターとあるんですけれどもでそこに、えー、どちらかというとゴルフはエコ系の、えーまあ、燃費がよくてっていう。うん 方向の車それで持って踏んだらそれなりに、えー、速くてっていう1.4リッターターボなんですけども、はい、でそれに対して GTI2.0 リッターターボのちょっとこうエキセントリックな速い車っていうちょっとどころじゃないんだけどスポーツ <laughs> モデルが GTI、はい、だったんですけど、えー、今年に入ってそれの R まあこれまでにも R はあったんですよ。はいえー、でゴルフ GTI よりさらにその。 もっとスポーティーなモデルで R という、えー、車が発売されましたゴルフ R は GTA と同じもう側はほとんど同じです、はい、でエンジンも2リッターなんですよ、うんうん、だけれどもあのエンジンがちょっとパワーがあります、はいえー、300馬力もうすごくその最大トルクは3 8 0ターって、まあ、これも結構あるんです2リッターの人はすごくあるんですけど2リッターターターボなんでねはい で1800から5500回転でその3 8 0ターっていう,こう非常に幅広いしかも低回転域ですごい力があるっていう,うで、まあ、300馬力なんですけれども、はいえー、これが四輪駆動車なんですああそうなんです、ね、うん4駆なのはいでゴルフ GTI は FF2 駆なんです だけれども、えー、ゴルフア、えールは前後の四、えー、輪駆動車。ということであの何が GTI と違うのって、はい、実はこのゴルフアールは500万超えてんですよ高い !GTI がね確かね400万前後だったと記憶してるんですけれども500万超えてるんです500万超えてんの<ぁ>でね見た目はじゃあどっちが派手なのって言ったら、まあ、色もちょっとこう。 濃い色だったたんで取材した車がそれ一概には言えないんだけれどもあのどっちかというとゴルフ GTI の方がちょっと派手かなっていう感じがするのねえっお,おしゃれっぽいってことですかおしゃれっぽさではあそうなんですかでホイールもタイヤも同じサイズなんですよへえ<ー>、うん、でまあよく見るとゴルフ R はフロントのブレーキ、はい あのブレーキ中見えるでしょであのキャリパーっていうのがついてるんですよ中でブレーキローターが回ってて、はい、そこの周りからブレーキローターをギュッと押さえ込むパッドですかパッドそうですかついてるパッドがついてるそうそうそう,そうあそこがあのゴルフ R ール専用のこうでっかいこうキャリパーがついててちょっと見るとかっこいいわけです、ねはい、あそうなんですか、うん、g t r はやっぱりちょっともうちょっと普通なんですよへえ<ー>、うん、あとはエアロがフロントのその バンパーとか言って僕らエアロエアロって言い方しますけれども、うんはい、そのバンパーの下のところにこうなんていうのフォグランプみたいなのが入ってる部分があるんですけど、うん、そこにはフォグランプ入ってなくて空気を通すように穴が開いてるんですけれども穴が開いてるんですかホールね要するにエア,エアホール穴が開いてるっていうのはそのそこの部分をも,うあのもちろんデザ,インデザインしてあるんですよ、はい、ポコって丸い穴が開いてるわけじゃなくって <laughs> でデザインしてあるんですけれども、はい、そこにそのライトが入ってないんでそのまま中のその オイルクーラーとか。ああ<ー>。で、ターボの冷却のクーラーとか。要、はい、する、ね、そのラジエーターみたいなフィンがビューと細かいのがついたやつそれがもう、そのまま。見えるんですよ。へえ<ー>。だこれが、やっぱ、ちょっとレーシーなのね。あ、そうなんです、ね。なんとなく、それ見ると、レーシーなの、ね。うんうん、で、後ろに回ると。 あのリアのエキゾーストパイプがね。はい、GTI は左右に一本ずつデュアルで出てるんですね。うんうん、でデュアルだとかツインとか言い方してますけど、一、はい、本ずつ出てるのがこれが二本ずつ出てるんですね。<ー> R はまあこの辺がおちょっと待って後ろから見た瞬間にこれは R だっていうのがわかる。あそうな、ね、R の文字が本当にちっちゃいんですよ。フロントとリアに R って入っているんだけどもすごく。 控えめにね、ちっちゃく出てるんです。控えめっていいですよね。<う>なんか主張し,なしすぎ。だから、要するに羊。羊の顔をかぶった狼みたいな。<ー>そういう系の車で、<っ>だから見た目的に、うん、じゃ、あなんでこれが百万以上すんの、百万以上 G. T. I. に比べて高いのよ。うん、感じはするんだけど。実際走るとね。違うんですか、うん。すごくね、やっぱり静かだった。ゴルフワールはやっぱりね、その。余計なノイズがないんだよ。 あそうなんですね、うん、だからもうタイヤから来るゴーとかガーとか <laughs> あとなんかこう天井の方から風切るのがカーっとか来たりとか <laughs> そういうのはないねへえなんゴルフ GTI もそんなにないと思ってたの乗った時は、はい、だけど R に乗って GTI 乗ると明らかにあるわけあそうだいいものを食べる美味しいものを食べるとこれは美味しいと思ってたものが普通に感じるっていうのはありましたね <laughs> 全くそういう感じで<ー>ゴルフハウルに乗ってからもうあの比較取材だったんで、はい、GTI も持って行ったんで GTI に乗ったんだけどその乗った瞬間にえ GTI ってこんな安っぽかったみたいなそうなんだ、うん、とはいえ GTI って日本でではものすすごく売れるんですよね<ー>、うん、ゴルフを買う人の、えー、先々代モデルとか先代モデルぐらいの時わかるその代今7代目ゴルフ7、はい、ゴルフ6とかゴルフ5の時代っていうのは。 えーとね、40%ぐらい全日本国内のゴルフの販売台数の40%ぐらいが GTI だったんですえ、それぐらい売れてたそうなんですか、うん、え普通のゴルフがこの前カー・オブ・ザ・イヤーとったじゃないですかうん、うん、いやもうそれは GTI も含めてなんだよゴルフとして含めてなん含めて、うん、へえあそうなんですか、うん、単一車種だからねそれはねだから GTI ってやっぱり人気車種だったしどん,どん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 すごくあのいいい っていうイメージだたけど、えー、でも今回 R っていうのは初めて発売されるんですか今までにも R あったのあっあったんですかあったのうんでゴルフはね例えば32とかねいろいろあったの、えー、R もあったんだけど今までの R はもうちょっとがさつだったあそうなんです、ね、もうちょっと GT まあまあこれだったら GTI でいいじゃないって思うだけどね R 乗ってねちょっとね今回はね変わっちゃいます変わったねものすごくへ、えー、とにかく静かなんだけど、はい、そこにエンジンの音がちゃんとボーッ へそれはもうちゃんとね,んね室内にガーンとくるのよ。そで,、ね、でそれが全然嫌な感じがしなくて、うん、でシフトアップする時にバーンプッてかねこうちょっと「なんかお前今つば吐いた」みたいな <laughs> <laughs> なんかプッつって入るんですよ。<laughs> あれなんて言うんだろうねあのエンジンの音ね。だから A1 でもバン「パーンパッンッンッってうこう、はいうすごいこうレーシーな。 メルセデスの AMG なんかはわざとその音作り出してるんだけどそれはこれエンジニアに聞いたんだけどわざとなんですかでわざとだからこれゴルフワールもわざとその音を作ってあるの<ー>だからあの設定がそのサスペンションとかね全てのこう切り替えがあるのねモ、はい、ードのその設定がこうコンフォートとかスポーツとかってあるんだけど、うん、あの R はレースレース,レースとかって書いてあったなレーサーとかってでそれにレースと,サーとかにするとこうシフトアップした時に、うん、パーンプッパーンプッパーン ポッとこう入るんこれがねもうねんかねとってもレーシーで気持ちよくって走りもすごく良かったのよでブレーキもさっき言ったようにちょっと違うからその分よく聞いたしそうなんですねただ100万高いんだよ100万ゴルフ GTI に比べてね500万超えちゃうわけ結構ですねその100万だからねそこでちょっとこう考えちゃうのこんなこと言っちゃいけないんだけどあの フォル,ルクスワーゲンさんに申し訳ないんだけど、うん、A 同じクラスで言うとメルセデス・ベンツに A クラスっていうのがあるんだよね、はい、で A クラスの AMG があるわけ A45AMG っていうのがあるんだよね、うん、でこれがね600まあ更に100万以上高いんだけれどもあのいやじゃあどっち僕はお金ないけどもし宝,宝くじが当たってこれ買えるお金が入ったとした時に、うん、いやどっち買うかなっていうとこう迷う。 迷っちゃうこれは、うん、こっちもやっぱりすごくかっこよくていいし、うんはい、もちろん静かだし、まあ、乗り心地はあるの方がいいかもしれないけどだからそういう意味でね、うん、なんかヨーロッパの車って前も言ったけどさちゃんとこういうスポーティーな車作るな <laughs> ちゃんと <laughs> アイドリングストップもするしこれすごく、まあ、燃費もきっといいんだと思うんだけれどもゴルフハウルこれから出てくると思うんでね当然興味のある方はね そうですね、ただ100万高くてもそのリセルバリューって我々言い方するんだけど今度まあ手放す時の値落ちっていうのは多分少ないああ<ー>だからそこで AMG と R とどっちが値落ちが少なく買えるかなとその100万差もある程度埋まるんじゃないみたいなっていうのが感じられるんでまあ乗ってて非常にこう興味津々に乗りました、はい、ただ本当に乗ると楽しいしあの長距離も走れるし、うん、素晴らしい車でした マツ秀氏のスローエージングでぶっ飛ばす。続きましてモータースポーツのコーナーもう一度お送りします。はい、えー。このコーナーは稲見ディレクターによるインディーカーシリーズ開幕前情報ということでアラバマの合同テストに。 行ってきた稲宮さんにお話をたくさんしていただきたいと思います。はい、えー、稲宮君よろしくお願いします。はい、ディレクターの稲宮です。よろしくお願いします。いつもはね、あの向こう側で <laughs> サブの方で、えー、我々の、えーはい、いろいろ、えー、調整をしてくれているんですけれども、たまにこっちにね入ってきますけども。たまに入ってきます。えっと。はい この間の3月の17、18日に、はい、えー、インジーカー開幕の2週間前ですけども、はい、アラバマ州のバーバー、はい、えー、モータースポーツパークというところで合同テストが、はい、えー、行われましたので、はい、それの取材に行ってきました。はい、この合同テストというのは、も、ま、う、あ、すべてのレースカーがですね、 開幕戦とと同じ仕様の、うんえー、レーースカー、はい、でみんな走ると、はい、それまでは各チームそれぞれにいろんなパーツをテストしたりですとか、はい、エンジンも開幕戦に向けていろんなこうスペックのやつを試しにテストしてるんですけども。今回の バーバーの合同テストはみんなもう本番用のレースカーでやりなさいと。このレースカーのエンジンに関しても、えー、ここから一機目のエンジンのマイレージが開始されるんです、うん。もう要するにそこがカウントされてるわけですね。そうですね。ですから完全にもう本番仕様のレースカーでやりなさいよというテストなので、はいええ、ですから開幕のまあ、うん、各チームの勢力図を占うにはちょうどいいあのテスト期間なわけですね。ということなんですけども、まあええ、今年の インディーカーシリーズですけども、はい、えぇ、ー、18ですと。18です。はい。 あのダブルヘッダーレースが3回ありますけどもそれを含めて18レースとただしまあ今週末開幕なんですけども8月いっぱいで終わると去年は10月の半ばが最終戦だったんです8月いっぱいで終わっちゃうのよじゃあ結構そのドライバーさん大変じゃないですかレースが暇でオフシーズンが暇でとかで8月以降何しよう8月以降クルーは何しようみたいないやでもさその8月以降さちょっと季節が違うところにオーストラリアとか行ったりとかってしてあんかに こ、ね、今年8月で終わらすっていうのは意味があって、っていうのは、うん、2015年の来年の開幕戦を2月の半ばからやる,始めるやろうとしてると、うん、2>, 2月の半ばからやって、8月で終わるという、この、えー、いつもの長さ、期間でやろうとしているので、うん、じゃあ、オフシーズンを5か月ちゃんと取るには、うん、あのいつも通り、うん、今年はを8月に終わらせないと、うん、十分なオフシーズンが取れない取れない レース間隔がすごい短いってことですかそうなんです。今年すごい詰まってるんです、その分、ギュッと。なので、いろいろ大変、我々も含めて大変では、我々も一言事ではないんですけど。我々も一言事ではないのガウラの放送のね、スタッフはね。で、これはまだ確定じゃないんですけど、いろいろ話を聞いたところによると、2015年は2月の半ばから南半球で、というのは2月ってまだアメリカ寒いので、どこでもレースできないので、南半球で3レースやってと。 で、えー、3レース終わってから4レース目をセントピーターズバーグで3月の終わりからやって、そのまま、まあ、あとはアメリカ。で、流れちゃおうと。うん、かな北米をね。はい。と、うん、いうことで、この間、あのー、 インディーカーノーから発表あったんですけど、2015年はブラジルの、え首都のブラジリアというところで、ストリートレースまもなく調印の見込みというニュースが発表されたので、その、南アンケュト3レースのうちの一つが、まあ、それですね。で、もうあと2つどこかというと、えいつもやってるゴールドコーストサーファーズパークです。オーストラリア。オーストラリアね。もう一つは、南アフリカのケープタウンじゃないかっていうね。あ、アフリカですかはい、南アフリカ。ケープタウンって、あの、まあ、 観光地なんですよ、美しい町で。うん、で、あそこ、非常にイベント開催に力を入れてて、最近ですと、<ー>まあ国際的なヨットレースですとか、はいはい、あとは国際的なトライアスロンの大会開いたりですとか、はいろいろとその観光に力を入れてて、まあ、その一環で、リカーもそこでやるんじゃないかと、ストリートで。ケープタウン一度行ったことあるんですよ、市場会で。えー、でも、すごくね、あのまあ貧乏さすごく激しいんだけど、昔、アパルトヘイトやってたところなんでね。で,ねでだけどあの ワナなりがあっっててねとともいいころですワイがあれば何でもいいのかみたいなところあるんだけど遠いんですよ、南アフリカって。乗り換えてもすごく遠くて。ヨハネスブルクで一回乗り換えなきゃいけないのかな。行くのが結構大変なんですね。それが中東とか香港での乗り換え。そうねというところで取材行く天野さんとかそっち決まっちゃったらどうしようみたいなそれは来年大変だね結構ね。だから南アフリカ、南半球3レースということで適当に間隔空くでしょうけども。 ゴールドコースト、南アフリカ、ケープタウン、ブラジリアっていうところで、いうところを、はい。でもまあ楽しみですね、それはそれでね。楽しみですね、我々はね。というところであります。まあそういうこともあって、このシーズンはギュッと詰まったシーズンになるんですけども、もう一つ、シリーズの大きなニュースが、シリーズのタイトルスポンサーがベライゾンに。 あベライド去年まではあの四年間アイゾット知ってます知らなすアパレルアメリカのアパレルな日本でいうとどこに当たるんですかねアイゾットあとじゃユニクロもうちょっとかなアイゼットオディアイゾットアイゼットオディアイゾットそうなんですよでそれがまあ去年いっぱいでスポンサーを降りてしまったのでえ しばらくちょっと未定だったんですけども、シーズン開幕直前に、このバーバーの合同テストの直前に、携帯電話の会社なんですね、ベライゾンが。つくということで、各チームすでにシャツとか、もう出来上がっちゃって、どうすんだよ、みたいな、あの、ロゴが出来上がっちゃって。もしかして、アイゾット入ってたってこといや、あの、アイゾットのない、普通のインディカーだけの、あの、素のロゴ、普通のメーシクな。なるほど、なるほど。なので、各クルーシャツとか、あと、年間クレデンシャルケースとか、全部その手のやつはもう全部、そう、テストの時だかるもう出来ちゃってるんですよ。 うん、で、どうすんのこれって変えるのって言ったらもう、いや、これはこれで正式なロゴだからこれでいいんだみたいなこと言ってましたけど、<laughs> でもチームはある程度やっぱり変えたりするでしょうね。そうだよね、うん。まあ上からシール貼るとかいろいろやり方はね、うん、ちょっと時期的に大変なんですけど、ねうんうん、ということでまあ、携帯電話会社、うん、くしくもですね、うん、アメリカでまあ一番大きなレースしのナスカのトップカテゴリーも今、スプリント、スプリントっていう携帯電話。 会社なんですよインディーカーはベライゾンという携帯電話ということでレース界を携帯電話の2台でっかいキャリアが牛耳るとそれだけ儲かってるんですかね携帯電話ってねアメリカはそうなんですねやっぱ安定してるんだよね携帯電話ってでも日本でもそうじゃない、えーうん、やっぱりこう安定してあるじゃない日本じゃなかなかちょっとレースのシリーズはんですか ソフトバンクシリーズとか au シリーズみたいなドコモシリーズみたいな。いやでもやってほしいよね、そう、ね、<ー>日本でもね。あのー、まあ、10年ぐらい前を振り返ってみると、その頃ってやっぱりタバコマネーがモータースポーツ界を席巻してて、うん、ナスカはウィンストンっていうタバコのウィンストンカップシリーズ。で,ねはい、で、まあ、あの、インディカはマルボロがついてたりしるたわけですね。はいはい、ですからやっぱこれも、 時代の流れかなと、携帯電話がシリーズスポンサーを務めるというのは。そ,その次は何だって感じがします。はい、いや、でもこれ、携帯電話会社がシリーズスポンサーにつくことによって、いろいろな、なんですか、技術、進化が見込まれる。例えば、あの、通信会社なので、じゃあ、インターネットで、とか、携帯端末でいかにその、レースーの情報とかを配信するかっていうのを、ベライゾンが、いろいろ、まあ、 考えてんですよネットうん、うん、配信とか、あと現場、レース見に行ったときに、現場でもその順位表とか、いろいろなチームの無線とか、データを見たすで、うん、にね、今、も F1 なんかでもねやってるももね、えー、そういうものが見れるように、現場に行って、それいいですね、見る側にとっては。そうなんですよ、だからそういうので、どんどんあのファンに対してもいろんなことができるよう、いろいろ今、プランを考えてますっていうふうにね、ベライゾンの方は発表してますけども。うんうんうん いやだから日本もねそういう GT なんかもそういうその例えばドコモだったらドコモとか巻き込んだ中でそういうサービスができれば意味があると思うんだよねスポンサーしてもねそうそうなんですよでもう一つ大きく変わったのが今年はポイントシステムがちょっと変わりまして通常のレースは優勝が50ポイントで2位が403位が35とどんどんポイントが入っていてまあ スタートすればもう最後尾でも、例えば24位フィニッシュでも6点つくわけですね。はいはい、ですから、うんえー、途中でリタイアしてもなんとか車を直して走り続けた人が、えー、ポイントを稼ぐことになってたんですけども、うん、今年は、うんえー、18レースの中で500マイルレースが3つあるんです。はい、うん。イ 3, 3, 3つもあるんですか、うん、去年は2つだったんです、1つ増えて。うん インディー500、あとポコのでの500、はいうん、あと最終戦の500と。はい、で、この3つの、えー、レースに関しましては、ポイントが倍率ドン、さらに倍と。倍倍。はい。 ポイントが2倍になって、どこかのレースシリーズが F1 最終戦倍になるってんで大騒ぎになりましたけど、それと同じような結果的に最終戦倍なので。まあでもさ、これは距離が長いから、そうなんです。それだけ。これはもうそういう意味でちゃんとこう、理屈。まあ2レース分ぐらいの価値はあるので。で、逆にこのレースはやっぱり途中でクラッシュとかリタイアしても、やっぱり直して出ればそれだけ、あの、ポイント回でも通常のレースぐらいのポイントつきちゃうケースがあるので、え多少のトラブルやクラッシュでも頑張って直して、 500マイル走り切る、まあ、500マイル走るというか途中でレースに戻ってチェッカーを受けようということになるんじゃないかなという感じではありますねうんうん、うん、なるほどねはい。うん、こう車が故障してももう一回こう これ、ね、はそうそれダメなんですけど、うん、インディーカーは OK です、ね、OK だからねだって僕がだって1999年の時なんてガス欠して止まっちゃったんだからコース上で、うん、ガス欠ですかそそうだよえじゃあそこまで、うん オかもいそうイル持ってくるんですかうん。もう…スガ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 そガス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 ガそのスガ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 スいスガスガスい。スガスガスガそれスガ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 いガスそスガ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 だガス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 だよ。ガのガス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 ガ えー、でピットまでそれで運んでくれたくるそこで給油してまたレース OK って、えー、俺その時だって4周遅れの33位まで怒っこって、はい、で最終的に追い上げて10位でフィニッシュしたん嘘ですすごい頭来ちゃってその時それで <laughs> 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 あれはブレックが燃料を今朝間違って一周伸ばしちゃったんですよね。うん、一周早く入るべきだったんですね。そう,そうそうそう。それ、もうだって第4ターン立ち上がった時に、いしい、ピッ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 って言われて<え>。いや、無理、無理。無理、無理、こ,こかれたらスピンするし、俺、みたいな。あそこにぶち当たるし、みたいな。<laughs> <laughs> そっから4キロ走んないとピットに入れないわけですよ、ね。入れないそ。それでも止まっちゃったのインディは一周が長いから。うん がっくりしてたら、引っ張りに来てくれて、そうだよ、まだ走れんだよ、俺、みたいな。いいですよというようなポイントになりまして、うん、まあそういうことも、えー、大きく変わるんですけども、でまあ、テストに話を戻すと、ですね、はい、2>, まあ2日間行われまして、それぞれあの4時間ずつ走る予定だったんですけども、ちょっと当日、すごい雨が降ったのと、天気悪かった、天気悪かったあと寒かった。うん、寒かった7 8度ないいぐらいでもう なんていうか喋る息が白いんですよ、でみんなもう上着で。ていうのはね、ファイヤーストーンがやっぱりその温度だと路面温度が低すぎて、正しいパフォーマンスを発揮できないっていうんで、うん、ちょっと午前中いっぱいずっと走んなかったんです、うんうん、で結局は2セッションが1セッションずつに、結果的に2日,2日とも、2日ともじゃあ、午前中ね、雨降ったりして、寒かったりなんかして、だったんですよ。 まあ、ただ、一セッションギュッと集めたことで、12時から5時、12時半から5時までのセッションってことで、まあ、4時間ずつぐらいは、長いんですよ、ね。長いんです、ね。長い。なので、まあ、そこそこ、あの、気温が予想より低いんですけども、まあ、うん、 走行時間はそれれなりに与えら,れる与えられた、うん、ただ、やっぱり気温のことを考えると、うん、4月の、えー、と半ばにここで第3戦のレースやるんですけども、はい、ちょっとその時とは気温が違いすぎるので、あまりそのデータ的には参考になるかどうかって微妙なところが、ディーン的には参考にはならないんですけども、うんまあ、ただもう本番用のセットなので、うん、みんな同じ条件ですから、そこでいいタイムが出てれば、うん、まあ本番も悪くはないだろう、うん、方向性的には間違ってないてい,、うんはいはいはい。 ところろだうっていうことには話にはなってましたね。なるほどね。で、2日間蓋を開けてみれば、ウィルパワーが2日ともトップタイムと。ウィルパワー早い。ウィルパワーが。今年もペンスキー。はい。早いんですね。あの、ま、ただテストって単純にみんなあの、タイムアタックをひたすらやってるわけじゃなくて、やっぱりレースウィークエンドにできないことをテストなんで、試すわけですよ。ですから、さまざまな、ま、 柔らかさのスプリングと、うん、あの、ダンパー、ショックアブゾーバーを組み合わせて、はい、えー、ひたすらもうタンクの中同じ燃料の重さにして、はい、例えばレースだと、満タン70リッターからどんどん減っていくわけじゃないですか。うん、そうすると、車の重さと前後バランスって変わっちゃうわけですよ。はい、なので、えー、まああらゆるシチュエーションに対応できるように、基本的にみんなだいたいハーフタンク、うん、燃料半分になるような状態で走る。だから、5、6周ごとにピットインしちゃ燃料数ガロン、はいうん 足し,ね、足して常にタンクになるに、えー、でひたすら部品をか交換してもう常に車の重さと前後バランスが極力変わらない状態の中でこまめに、うん、ピットインしては部品を変えて、うん、同じ条件じゃないと部品変えて性能の差がわからないじゃないですか <laughs> なのでそのように そう僕らもね、F3000 の時はもうしょっちゅうそうです、5、6周走っては、ちょろちょろっとポリンタンで出してて、<laughs> いや、やってましたね。だから、そのエンジニア、チームのエンジニア、車のセットアップをする責任者ですけども、もうやりたいこととか、試したいことが、やっぱり各チーム、バラバラなので、うん、みんな同じことやってるわけじゃないタイムが支度できないんですよ。うん、ただ、まあ、ある程度、トップタイムが上がってれば、狙い通りのことにはいってるんだろうなっていう予想は、大体は立てた、うん、そうなです、ね立てるはい。うん というところなんですねなるほどね、うん、だからテストってね見に行くとね結構つまんないですみんなバラバラに、うん、走って <laughs> 適当にて緊張感ないんだよね緊張感がないっていうか見てる風に競争してないからい、ね、そでそのピットで部品交換がまあの できないいとうかガレージに行かないと、大きな交換できないの大掛かりなパーツ交換の時は、一回ガレージ戻っちゃうので、しばらくコース戻んない、ガレージにこもりっぱなしで、常磐っていうフラットパネルの上に車を上げて、いろいろ車をばらしたりしちゃうんで、そういう時ににコースに取りちゃったりすると、結構大変なんです。 さあ走りだしたら、じゃあコース見に行って取りに行くかっていうと、ガレージ入っちゃって、30分ぐらい出てこないもうコース最後で、どうしようかな、このまま待ってようかな、それとも一旦帰った方がいいかなって、結構困る帰り始めたら急にわーんと走り始めたしというかね、無線聞いてるので、ピットインするとか、ピットアウトするとか分かるんですけど、ガレージ戻ると、ガレージじゃ無線使わないから、全く無線が聞こえなくなるんですよ、あガレージ帰っちゃったな、これと思って、そうすると、いつ帰ってくるか分かんないので。 ね、悩むんですよひたすら <laughs> でちょっと20分ぐらい待って不安になっちゃったら帰っちゃったりとか、ね、ピットにそうするとちょうど車が出てきて走り出すとかねなかなかテストの取材って難しいんですよ難しいねそれは難しいんですんこれがっていう,うな具合でいろいろ見たんですけども、はい、いやまあそれでね、はい、あのちょっと興味があったのはホンダがンあのターボの形式買いましたよね、はい、ツインターボになりましたよね、はい、でこれってどうでした見た感覚そうですねあのー おととしからエンジンは2.6リッター、2.2リッターの V6 のターボエンジンになったんですけども、うんはい、まあ当初はあの、ターボのシステム、ターボって知ってますはい。ターボってあの、要は、風車が回ってエンジンの中に空気を、より多くの空気を取り込むシステムなんですけども、その風車の数が、一つのツインターボと、はい、シングルターボと二つのツインターボと二種類が許されてたんです。はい。っていうのはその、 排気量はどっちも同じなので、エンジンって。両側に VV6 だから両側にこう3気筒ずつあるでしょはい。だ両側にちっちゃいタービン、プロペラを二個ずつ、うん、1>, 1個ずつつけた2つあるこうツインターボと、こう両側に行く真ん中にでっかいタービンを1個回して、それから両側のシリンダーに空気を送るシングルターボと2種類あったんです。はい。で、ホンダは今までの経験からシングルターボを選んでやってたんですけども、うん、シングルターボってどうしてもその、 回転の低いところでは、やっぱりプロペラのタービンが大きいので、なかなか反応が鈍かったわけです、うん、パワーの。うん、なので、ちょっと差があったので、えー、今年はシリーズがもう、だったらついに統一しようということで、ホンダもシングルターボから、ツ、うん、インターボでにで、ね、変更ということになったんですけども、えー、で、まあ、今年からそのツインターボで、開幕戦で、ホンダのツインターボはデビューなんですけども、はい、タクモ選手のインプレッションでは、うん、まあなかなかあのドライバビリティではまだ、その運転の、 なんていう感触、うん、ではまだもうちょっと詰めるところはあるんですけど、うん、もうトップパワーとかは完全にイーブンになっているというところなので、今年はもう完全に、えー、パワー勝負,、ね、勝負になってくる。はい、まあ、ロード、ストリートっていうのはアクセルを開けたりブレーキったりするから、うん、あんまりシングルと、 ついの,の差が生まれなかったんですけど、うん、常に全開でいってるインディアナポリスとか、やっぱり絞れの圧倒的に有利だったの、うん、予選から、ね、もう全然。ね、なので、そこら辺はかなりもう互角にやれるだろうと、うんうん、そのかし、今まで有利だった燃費に関しては、どうなるか分からない。たただ今まででではその馬力で踊っていたので燃費に うできなかったでも年はそはパワーでもっ向勝負ができるんで、燃費は置いといて、とりあえずそういうところで勝負できるからいいんじゃないかというところですね。あとは開幕戦とか走ってみて、絞ッとの燃費差がどうなるかっていうところはやってみないと、これは本番で、仕様で走ってみないと、何とも言えないっていうところなんでこれ、ホンダのエンジンがですね、いろいろなんか工夫やってるらしくて。 えー、アイドリング中の音がですね、はい、あの屋台の発電機みたいな <laughs> パッタパッタパ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 タっていう、まさにあのバワーゴロ何て言うんですか。 バラ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 ババってなんか一定のうん、うん、昔みたいなあのアイドリングのボーボ,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 ボーボーボボボじゃなくてガーってずっと音が鳴ってるんですよ、はい、なんかねやってるらしいんですけども、うん、エンジニアに聞いたらはぐらかしてましたねあ <laughs> そうね <laughs>、うん、あのインタビューした時にエンジンの音が変わってるんだけどアイドリングの何やってんのっ,ったら、うん、いやーまあねみたいな感じでしたね<ー>だそれがそのアイドリング的 結局、レースはほとんど関係ないので、レースには関係ないです。ですから、直接、レースの結果には反映されるかどうかわかんないんですけど、もしかしたら、何かそういうネタを、ギミックを仕込んでるのかもしれないですね。何回やってる可能性あると。可能性あるとね。それ開けてのそれくらい、異質な音をしてたわけですね。そういうことですレーシンと演じて聞いてすぐわかるとあれ、なんか発電機回ってんのかなと思ったら、レースカーがただ、アイドリングしてるだけというね。なるほど。ところでしたね。なので、まあ、 あのホンダ対しぼれのマニュファクチャー対決も非常に、うんえー、今年は面白いんじゃないかなとそう、ね、だからやっぱりオーバルでなんか弱いホンダエンジンってこう印象が今まであったので、はい、そこがやっぱりこうね覆してやっぱりオーバルで。 早いぜっていうところに持ってきてほしいよね。そう、燃費戦にならないと、本田には分がないっていう,う、それじゃあもう最初からちょっとね、レースのこう作戦が違ってきちゃうので、ね、そうなんですよ、うん、燃費勝負でトロトロはしゃるとろとろ走らないと、見てる方では面白くないのでつまんないですからね、なんで、ガンガントップ争いできるようになるんじゃないかと、はい、まあですから、インディ500のポールポジション争いは非常に楽しみ今年は楽しみですね、いろんな意味でね。はいはい そうするとね、あとまあ、こう、今度はそのチームもあれなんです、車のことはあれなんですけど、た、例えばチーム含めたドライバーの、え、現状っていうのはどうでしたた、くま選手も僕らすごく興味があるんだけれども。はい。じゃあ、たくま選手はちょっと、後ろに置いといてですね。まず注目は、ファンパブロ・モントーヤ。あモントーヤ帰ってきました。これは注目ですまあ、インディ、前、あの、チャンプカーシリーズ、インディに出てて、インディ500で2000年に買って。勝ってます。え、それは、その後、ネフワンに行って、で、ウィリアムズでモナコで買ったりなんかして、で、 その後ナスカやってたんですね、うん、アメリカに戻ってきて、えー、コロンビア人なんですけども、はい、でえー、ナスカ去年の途中で辞めて今年から満を持して、うん チームペンスキーというトップチームから出ることになったんですけど、実際にはペンスキー3代ですけど、ファン・モントーヤが所属しているのは、息子のジェペンスキーがやってるところで、ペンスキーモータースポーツというふうに別名で登録されています。ということは去年のドラゴンやめちゃって、とりあえず。あ、やめちゃったね。インディではドラゴンはレーシングとしては出ません。出ないですね。テスト初日は2番手だったかな、タイム的に。いきなり。なので、結構いきなり。 楽しみだなという、本人も非常に上機嫌でしたね。相変わらず太ってるうん。だいぶ絞ってきた。絞ってきた。あれ、インディカー乗るので、10キロだか絞ったんですよ。はい。だから、ナスカの時とは全然違う。違うというね。まあ、相変わらず短期だとは思うんで、テレビカメラクルーにぶつかって、なんとかイィオット、なんとかイィオットって叫んでる人とかが、YouTube に出てましたけど、ぶつかんないように気をつけたいなと。はい。思いましそうだね、気をつけた。非常にテストではね、機嫌が良かったので。はい。 なので、こ今年もちょっとペンスキー、あとガナッシゼなんですけども、はい、ディクソンはわりと安定してましたね。安定してた、はい、やっぱりね。で、ディクソン、で去年まで乗った、引退したダリオ・フランキッティに代わって、トニー・カナンが乗ってるんですけども、まあ、トニー・カナンは、はいろいろ試しているのか、まだちょっとタイムには波がありましたね、<る>逆にサテライトチームのブリスコー、うん、ライオン・ブリスコのほが安定してましたね。はい、なるほど、はい、と、キンボールですか。 はい、チャーリーキンボールねーーそうすると、今度、興味あるのムそうなんですよ、はい、アンドレッティオートスポーツが去年まで絞れ使ってたのが、えホンダにスイッチしたわけですけれども、はい、まあ3台やっていろいろ試してるのか、テストの結果ではそんなに上の方には来てないんですけども、うん、まあポテンシャルあるので、開幕戦はどうかなと、うん。いとね、ライアン・ハンターレがやっぱり主導権を握ってるんですかね、今年も。 いや、ええー、そ,それぞれでやってますね。で、今年はカルロス・ムニオスというルーキーもコロンビア人も。あ、ムニオスね。はい、入っているので、はい、えー、えーえー、それぞれになかなか優秀なエンジニアがついているので、うんえー、楽しみではありますけども。うん、ただ一人、あの、ティノ・ベリーってって、あの、優秀なエンジニアが引き抜かれて今年からインディ、インディ,ーンディーカーシリーズの、えー、エアロパッケージの 開発監視責任者みたいになっちゃったのでははは、えー、そこら辺でちょっとどうなるかなというところではありますが逆にホンダ、ね、勢の中で安定したのは AJ ・フォイトレーシングなんですよ拓磨選手が初日が5番手タイム 2> で2日目が4番手タイムということで<う>安定してますねホンダ勢の中で一番ですかまあ一番で、えー、と番、ね、2日目はちょっとジャスティン・ウィルソンがニュータイヤに履き替えて最後一発タイム出してきちゃったんで。 あのジェスティ,ン,ン,はスティン,ンはやっぱりデールコインのところなんですかデールコインも悪くないですよ、うん、安定してましたけど、でも、田磨選手のトラブルなしに、ほとんどもガレージに戻ることなく、常に淡々ともそのルーティーンをこなしてたので、2>, 2日間とも、ですから、テスト内容としては非常に、えー、収穫があったと、良かったと、本人もインタビューで言ってました。うん、楽しみですね、それは。何よりも AJ フォイトがいて、 テニスの時は来てたテニスとの時から来てもうニコニコなんですよ常にもうわれわれがインタビューしてももう見ててくれみたいなガッハ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 ッでしたッハ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 勢いを保ったままッハ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  開幕2戦目に去年勝ったロングビーチなので、あと開幕戦のセントピート、去年はフロントロースタートですから、ちょっとね、トラブルで8位フィニッシュになっちゃったんですけど、よかったので、この開幕ダッシュ決めて、そのままの勢いでインディ500いっちゃうと、非常に楽しいことはだって、インディ500はロードコースでレース一つありますからね、5月の頭に、それから例のオーバルですからね。 そうなんです。ですから非常に楽しみじゃないかなと。うんうん、いうことで、このテストの模様なんですけども、ガウラで放送1時間番組。はい。私と天野さんでレポートを撮ってきました。はい。あの、行き当たりばったりの。行き当たりばったり。はい、なんともお手軽な、<laughs> あの、ハイコストパフォーマン <laughs> 私がハンディカメラとマイク1本だけ持って、2人で喋りながら、後決まって,て撮ってて1時間完成みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> まあただ、インタビューいっぱい撮ったんで、字幕入れるの大変だったんですよ、ね。んそれは、でも楽しいですね。はい、このでも映像は、その、えー、放送はちょっと見逃せないですね。はい、ぜひこれを見てから開幕戦見てほしいんですけ,どけれども、うん、えと3月29日土曜日の、はい、え6時半から 1>,、はい、え1時間やりますので、ぜひこちらも。はい、えこちらをご覧いただいてから開幕戦見ると、相当あのバッチリじゃないかなと。あの予定がある人はぜひ、録画してほし,しいですね。ということで、開幕戦も、あ、のー ガウラではちょっと生じゃないんですけどもスカパーオンデマンドですとか、はい、ペーパービューでは生でやりますからガウラのご覧の方も月曜日の夜7時から、はいはい、一発目やりやる,やるわけですねはい、はいはい、あの私も、えー、出演しておりますので皆さん見てください松田さんと武藤君と松田さんのコメンタリーでやります,うす、ね、はいよろしくお願いしますはい山下グループはゴム関連資材中間加工製品加工分野で 確かな品質と速やかな対応でお客様のご要望にお答えしますグループ全体でこれからも挑戦と発見を続けます山下グループはレーサー松田秀さんを応援します松田秀氏のスローエイジングでぶっ飛ばせ お送りしてきました松田秀氏のスローエイジングでぶっ飛ばせそろそろお別れの時間です番組では皆さんからの質問やメッセージをお待ちしていますメールは FM 世田谷で検索してください番組公式 Facebook は松田秀氏です Facebook にアカウントを持っていない方でも見ることができますお相手はレーシングドライバーの松田秀氏とりくのゆかでしたこの番組は山下商事株式会社の提供でお送りしました